はい、皆さんこんにちは、ガチログです。今回は自分の好きな画像にこの文字盤を変更する方法についてお伝えしたいと思います。というのは先日コメント欄でいただいたんですが、こちらの文字盤を自分の好きな画像に変更することはできますかという質問がありました。例えばこの今のこの文字盤ですね、スピードメーターっていうんですけども、この文字盤に自分の好きな画像っていうのはできないんですね。デフォルトで入っている文字盤の中に画像を変更することによって、まあ、簡単ですけども非常に簡易な文字盤にはなりますけども、そちらで変更することは可能になっています。で、その方法を今日お伝えしたいと思います。では本日も行ってみましょう。では早速行っていきたいと思います。その方法というのは、まずこちらのどの文字盤を変更するのかという点ですね。今私がちょっと適当に文字盤を組んでしまっていますけども、このギャラリーという文字盤ですね、こちらを変更していきたいと思います。で、こちらのスマホのアプリからその変更を行います。ファーウェイヘルスの文字盤のところですね、こちらから時計の文字盤をタップしていただいて、この前文字盤進みます。そうしますとこのウォッチっていうところに、このギャラリーという文字盤を自分の好きなものに変えます。最初にこちらのプラスを押します。そうしますとカメラで今から撮ったものを文字盤に当てるのか、それともギャラリーですね、自分の写真フォルダーにあるものから設定するのかを選びます。で、今回はカメラをタップしまして、今撮影したものを文字盤にしてみたいと思います。こちらのイミテーションのものを文字盤にしてみたいと思います。はい、撮りました。そうしますと自動的に当てられるわけではありませんけども、これを使いますかということが出てきました。ここで今編集ができるようになっています。では、まあ、こんな感じにしてみたいと思いますね。で、右上のこちらのレテンをチェックをタップします。そうしますともう文字盤このような形でいいですかというふうに出てきました。そしてこのスタイルですね、そうしますといくつかのバリエーションがこのように表示されます。こちらを例えばタップします。そしてレイアウトは時計の位置ですね、下の方に時計を配置するのか、もしくは上の方に配置するのかになっています。で、今回はそうですね、下にしましょう、分かりやすいように。で、これで保存をします。あ、変わりましたね。あれ、なんかフォントが違いますね。選んだフォントにはなっていません。一応こちらちょっと別のもので、あ、なりましたね。ここのサンプルとだいぶ違いますね。まあ、でもこのように画像を変更することができます。自分の好みの画像に変更することが可能になっています。例えばギャラリーを選んで、お見せできませんが、じゃあ今回ガジログのこういったものを当ててみたいと思います。今読み込み中、まあ、これ保存中ということだと思います。情報を送っています。はい、来ました。このように自分の好きな画像を設定することができます。まあ、そんなに難しい作業ではありませんので、一回やってしまえばもう毎回毎回数十秒で変更できるのではないかなと思います。このような形で文字盤の自分の好みの画像に変更することが可能になっています。このチャンネルでは最新テックやスマホ、またスマートフォン、スマートバンド、生活改善の情報などを発信しています。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。